どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったーい。おだです。おうちです。大の字です。さあ、今日はね、これもうノー編集、はい、テロップ抜きでお届けしますけど。なるほど。じゃあもう取って出しって感じでね。中日ドラゴンズ初勝利です。はい、ちょっと今年ね、立浪和義監督、はい、現監督、まあ、ミスタードラゴンズと呼ばれた男ですよ、はいはい、ミスターが、まあ、言ってみたらジャイアンツで言ったら長嶋茂雄さんがやっと監督になったっていう、まあ、ところがこれが中日ドラゴンズ史上初めての2年連続再開、はい、ネット上でも大荒れ、話題沸騰ちょっと一個確認していいですか、今までなかったんですか。ないですよ。連続再開。再開は2年連続再開じゃないですよ。再開はあるんですけど、はい、2年連続はないんです。はいはいはい。それをまさかミスターがやってしまう。なるほど。でもこれって、うん、ミスター長嶋茂雄が1年目に監督になった時、巨人って最下位になったんです。おお。それが長嶋茂雄はその次の年優勝してるんですけど。すごいな、まあ。それはもちろん戦力補強もあるんですけど、はいはいはい、まあ、一説にはマナイ神社で水を飲んだっていうミステリートーク的なそういうのもあるんですよ、京都の。はい、でそういう中で、まあ、待望だったわけ、うん、ただコーチやってないわけね、うんうん、でも平たく言うとその立浪さんはどうしてもそれを教えたくなる、うん、天才だから、うんうん、下積みから苦労を積み重ねていった人の気持ちが、うんうん、まあ、分からないとは言わないけど、うん、理解できないみたいな感じで、はい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 、だからなんでこうしないんだってことをついつい言ってしまう、うん、なるほど、コーチ経験もない、 俺はこうやってたからこうやった方がいいよとかな、でもそう言っちゃうと、うん、自分の型の中にはまってる選手じゃないと、はい、好きにならない。なるほど。だから今シーズンは彼らで行くって決めてるのに、はい、途中で思うように彼らが結果を出せなかったら、うん、見限ってしまうっていうことがあって、外すんだ。で、さらにチームを改革しなきゃいけないっていう使命が、はい、でもこれはいい側面もあるんですよ、うん、新しい戦力が出てきます、うん、はいはいはい、だけど、まあ、それがどうしてもちょっと悪い方がクローズアップされると、うん、またネット上で注目度も強い監督ですから、うん、人気もあるんで、うん、はい、どん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 話題になってしまう、うんうんうん、悪い方が、悪い方がね、はい、でこれ悪い方が行くことをやめようってみんな言うんだけど、うん、これねほぼ無理だと思ってるんです、うん、僕らは、うん、もちろんファンのリテラシーを上げなきゃいけないっていうのはあるけど、うん、それだけの吸引力のある監督だっていうふうにいいように僕捉えた方がいいと思う。なるほどね、確かに。なぜなら客はすげえ増えてる。それがすごいよね。中日ドラゴンズはね、勝ってないぐらい動員がすごいんですよグッズの売り上げもキャンプもすごいですから。だからとんでもない相乗効果が起きてるわけでしょ。だってみんなはだから独身の若手の独身の選手が多いとか、はい、イケメンが多いとか、はいはい、いろいろ言うんですよ、はい、もちろんいろんな要素があって、はい、特に女性は本当に増えてます、はいはい、でもやっぱ立浪さんの花って、そうだよね、間違いなくなる、うん、だから僕は途中から、うん、立浪を楽しむっていうタッサンはおもろいんだと、金髪禁止って言いながら自分が茶髪でね出てきて、それ白髪染めの副作用なんですけど、僕は今そう同じ状態です。白髪染めを染めたら、あの伸びてきた時に茶髪になるんです。で監督、勇気ある記者がね、監督茶髪じゃないですか、もうだからすごいですよ、王様は裸って最初に言った、ね、言った記者が、はいはい、そしたら似合ってたらええんやって、まさかのとんでもないことが出てきたり聞いたことない。もちろん米騒動に関してもいろいろ説があったり、はいはい、これただこういうことなんですよ、まあ、選手に食事の制限をさせるっていうのはよくあることなんですよ、はいはい、ラーメンダメだとか、うんうん、そういう食べ物がダメみたいなのがあったりとか、ね、もちろん消化のいいもの食べた方がいいっていう、うんうん、で実際そうした方が結果も出たりとかしてたら全選手そうなるけど、まあ、これが難しいところは選手に対して全員にしっかりと個人で説明をしたのか、はい、それをしてないからこそ、うん、そういう行き過ぎた解釈をした選手が、うんうん、もしかしたら記者にリークして記者が面白おかしく書いてしまったというのもあるかもしれない、はいはい、そうね、だからむしろ中日は今誰が漏らしたんだってことを考えるけど、いやこれ漏れるんですよ、はいはい、もう 今の時代ね。だったら必ずその選手たちに説明した方がいいです、うんうん、広岡監督は以前西武の時に、うん、玄米食にした時に、はい、もう本当にいわゆるプロを連れてきて、うん、なぜ玄米がいいかって、とで江夏とかはもうふてぶされてね、これ東洋とかもふてぶされてね、もう雰囲気わかるわ。スティーブに関してはね、夜中あのマクドナルド食べに行っちゃって禁止になっちゃったりして、当時それはやっぱりバカ笑いしてましたよでもそれで結果が伴ってくると、うん、これ仕方ねえなってなってくるんですよ。これ難しかったのは中日は結果が伴わない、伴わないとどうしてもネガティブなことが理由になっちゃうという形で、さらに監督自身も選手を辛抱して使うというよりはリニューアルすることが自分の使命と、うんうん、でこれが全部うまく絡まってなかった、うんうん、そうだよね、噛み合わなかったらやっぱそういう結果になっちゃうもんな、はい、で何より打てない、中日はとにかく打てない、まあ、これもバンテリンドームっていうすごい広い球場で、はいはいはい、
本来アマチュアの時はホームランバッターだったのが入ったら二塁打狙いのバッターに変わってしまうとか、ホームラン狙わなくなる。狙わなくなる。でこれも他球団の選手とかホームラン打つんですよ。はいはい。村上様、はいはい、村上が、はいはい、村上はバッテリーが一番好きだってぐらい。へえ。ホームランめっちゃ打つんですよ。おおおお。じゃあ育てるはずじゃんって言うけど、そうだね。中にいる選手にしてみたら OB の人とかはいや入ってだんだんそれになってくると、だし。要するに自分の思考がそっちになっていく、うんうん、結果論で言われても困ると、それを本拠地にしてるっていうことは違うんだみたいなことも言ってた。なるほど。だからこれって理屈でいくら言ってもどれも正解やし、そうだね、どれも間違いない、はいはいはい、じゃあいわゆる落合中日の時なんで強かったかっていうと、うん、1点を最小得点でフォアボールで出る、盗塁する、送りバントする、うんうん、外野フライ、犠牲フライ、はい、1点入れたら1点を守り勝つ、なるほど、最後は守備固め、はい、盤石の岩瀬が出てきて、はいはいはい、で向こうのチームでしたらあれなんで負けたんやろみたいな、うんうん、で気づいたら、はい、中日が優勝してるっていう、はいはいはい、つまり守り勝つ野球っていうのをはっきりと明言したんです、うん、なるほど、三冠王の人がそっちにしたそれはすごい、打つ野球じゃないんだ、はいはい、守る守るとその一点を大事に守りで、これお茶屋さんが要するにクビになってしまったら、要するにクビになる時もつまらない野球とかゴシップが出てくるんですよ、動員が減ってるとか、はいはいはい、お茶屋さんが要するにスポンサーとかに顔出ししないから、はい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 、星野さんと違って、はい、違ってね、星野さんよかった、お茶屋さんつまんねえみたいなこと言う、うんうん、でみんなはそれを 不安を言うわけ、勝ってる、はいはい、で2011年解雇されて、まあ、僕は中日は辞めました、うん、はいはい、1回、はい、そしたらふわっとファンサービスとか、うん、ジョインアスみたいなこと言うわけ、ジョインアス、高木監督が高木監督がすげえ怒りやすいんで、はいはい、神宮って野手もしすんだよ、はい、この間の立浪さんも開幕戦でめっちゃ野手されてたんで、うん、そしたらあのジョインアスみんなと戦おう、はい、ファンサービスの球団って言ってるのに、うるせえこの野郎殺すぞこの野郎って言っちゃって一番真逆のセリフ言ってんじゃんっていう、まあ、それも俺にとっては面白いよまあ一つのさファンサービスになるのか、そんな中で立浪さんがある種の星野さんの系統の、うん、ものを持って、はいはいはい、自分自身が高卒で入って、うん、宇野っていう、うん、あの楽天社、ね、宇野さんって名選手だったんですよ、はいはい、で落合さんはずっと宇野さんがショート一番うまいって言ってたのに、うんうん、星野さんは、うん、宇野さんをセカンドにコンバートさせて、うん、高卒1年目の立浪さんにレギュラーみたいな、うん、で、うん、新人を取るんですよ、うん、あそうなんですよ、だから自分がそれやられてるから、はい、抜擢したら息に応える新人が覚醒するっていう、なるほどね、これね必ず自分の背景、はい、指導者っていうのは自分のトラウマと、うん、絶対に同じことをやっちゃうんですよ、はいはいはい、これちなみに後で大体分かったんですけど、阪神タイガースも今みたいにチケット取れなくなるとか満員になるとかって、うんうん、90年代ってポツポツ空いてるんだよ、うん、じゃどこでそんな球団に変身したかというと、ん、野村政権からですね、野村さんで、ノブさんで、ノブさんね、待望のノブさん来た、絶対阪神勝てるって言って、うん、それで客がうとっとうしようってたんですけど、うん、3年連続最下位です。あ、そうなんだ。ところが土台を作ったから、あと2年やらせてくれってノブさん言ったけどダメで、星野さんが来て、うん、星野さんが2年目に優勝するんです。なるほど、すごい。でもノブさんの計算通りにはなってたわけだ。じゃあだからもしかしたら今は辰浪さんがやってることってノブ、ね、さんかもしれないですよ。でもそれをミスターにやらせていいのかっていうとこ、だからみんな知ってんの、辰巳さんが天才だって、うん、もう本当にすごいの、うん、夜中に YouTube で見て、うん、すごいな辰巳さんと思うの、うんうん、だけど、うん、指導者っていうのは別の仕事だって、うん、はいはいはい、そうだね、教え方の上手い下手ってあったりとか、ね、これ辰巳さんのことをダメ出しすると、うん、アンチ辰巳とか、うん、ってことはこれを擁護すると辰巳信者だ、二分されていってなるほど、ね、そんな中にそういうのにも加われたくない女の子たちがかっこいいって言って、どんどん増えてる、はいはい、人が増えてるっていう、はいはい、この独特の空間で始まったと思ってください。なるほど。はい。で、二遊間定まってないです。野球はとにかくセンターラインなんですよ。はい。ここのね。キャッチャー、はい、セカンド、ショート、センター。ここを固定しないとなんです。はい、はい、はい。で、このセンターは、まあ、ベストナイン、そして最多安打にまたったの岡林という天才。うん。うんうん、まあ、ここでおなじみ、小諸町出身の、はい、小諸高校出身の岡林。はいはい、岡林君の説明になると絶対違うよね。だから岡林は特性としてはライトが向いてる。イチローっぽいですよ。ああ、なるほどね。はい、ってことは、じゃあ岡林ライトにしたら新しいセンターになる。また、センターなんかブレるんですよ。はい、またね。今まで大島さんって2000本安打したレジェンドがいたけど、はい、ちょっと肩がもう、うんうん、ちょっともうベテランになって、うん、なかなかホームではさせない、はい、
こういろいろ要素が詰まってきた時、うん、みんないろんなこと言うんですよ、うん、解説者の人たちは、うん、もう大島さんセンターからセンターから大体させないと、うん、よっぽどの強肩じゃない、うん、新庄とかじゃなかったら、はいはいそうね、大体はさせないんだから、うんセンター前、二塁でセンターいたら諦めて、うん、それもレフト前で刺すってことを考えて、うんうん、大島さんレフトにコンバート刺したんだけど、うんうんうん、大島さんセンターのままで、守備範囲は広いままやから、うんうん、もう肩はいいじゃんと。はい、そうね、刺すことを考えるんじゃなくてね。うん、でもこれ大ハーブスだから、辰巳さんの中で変えなきゃいけないんじゃないか。で、外野がまた揃ってきたんですよ、中日は。お、来た。そういう中で。はい、で、三好っていう。うん僕はまあ三好好き好き好き3回好きで三好って呼んでるんですけど苦労に背番号30、はい、この男がですね、はい、阪神の近本のバッティングフォーム、うん、お前向いてるんやないかっていうヘッドコーチの片岡さんのアドバイスによって、うん、真似してみたらしっくりきて、うん、あとは打つだけだったんです足も速い守備も上手い、うん、で三好がもう猛アピールキャンプ、うん、で今回開幕1軍スタメン1番お来た来ました、はい、前からレジェンド OB の福留さんも三好はすごいと、はい、結構、ね、三好ファン多いんですよ、はいはいはい、秀則さんとか三好を秀則さんも勝ってたのよすごくだから三好がセンターだったので、うん、じゃあ岡林くん怪我しちゃって、はいはい、ちょっと2軍スタートだったんで、はい、これは三好くんでいこう、うん、で去年、まあ、中日を救った細川、はい、横浜からそれこそ米を食いすぎて、はい、米騒動の元になった元になったよね、はいはい、どう考えても顔体細川じゃないですよ、はい僕ずっと金剛って呼んでるんですけど、金剛強しって名前に変えてほしいってずっと言ってるんですけど、もうムキムキの細川聖也、はい。最悪聖也にしたらどうかな。ああ、なるほどね。下の名前でね。で、去年まで背番号0。はい。だからあんまり期待されてなかったんですよ。うん、言ってみたら。はいはい。で今年からやっぱ55。これもゴジラと思ったし。おお。だから要は細川は今年の主軸だってことで、まあこれライト。はい。ですね、ライトね。はい。でレフト、うん。一応外国人取ってきたんですよ。ディッカーソン。ディッカーソン。はい、一番リスペクトしてるの鳥山明っていう鳥山さんが亡くなった時に落ち込んでいい顔してますね、はい、あのドラゴンボールでバッターボックス行きますリカさん名古屋でねだからメジャーの時もちょっとねあの怪我がちであ早速開幕3連戦で怪我しちゃいました落ちましたおいおいいやこれも一緒ですドラゴンさん怪我しても戻ってくるっていう物語がありますからこれで感じですよ、ね、で二遊間白紙だったんですで去年リュークっていう男がいました、うんはいはいはい、ちょっとこう危ないデカ風のどこか懐かしいイケメン、はい、わかります、はいはいはい、わかります髪の毛も普段のやつでちょっと今時真ん中のこう下ろすっていうこの土田リュークからリューク竜の空というかっこいいあもう本当にドラゴンズ向きの名前じゃないですかそうなんですで天才的な守備範囲、はい、スピード、はい、で UZR っていう数値があるんですねショートの守備範囲とか、うんうん、であの貢献度とか全部データで、はい、今アナリストの時代ですから、はい、データで出すんですアメリカなんかこれ12球団1位だりもして、はい、現代よりもいい時あったんですマジっすかダントツすごいな西武の現代大分県出身 WBC にも選ばれた、うん、もう12球団代表する、うん、奥さんが元乃木坂で、はいはい、江藤さんであの現代より超えたんですよただちょいちょいポカしちゃう軽いミスが多いで辰巳さんそこがちょっとみたいなあ気にはなしっかりした野球がやっぱり辰巳さんお好みなので決まらなくてセカンドがずっとダメで明治大学の僕の後輩の村松っていう選手がちょっとセカンドやってました、うんうん、でこれがうまく固定できなかったんです、はい、で、こんな中に田中っていう、はい、ちょっと田中の話になると長くなりますけど私あの開幕前に会いまして、はい、田中選手大学でね、うん、もう3年生の時点では何球団かで1位指名で行くって言われる、はいはい、大学ナンバーワン内野手だったんですよ、うん、背は低いんですよ、うん、160何センチですか6センチ、ね、6センチすごい小さいちょっと俺よりちっちゃいしかも体重も細いんですよプロ野球選手ですから68キロはね、はい、彼はですね大学3年の冬に難病が見つかりまして、うん、大腸全摘出それでもう12球団のスカウトたちみんな一斉に離れてます、はいはい、本人も野球もできないんじゃないかってリハビリして、うん、春のリーグで戻ってきまして、うん、MVP 通るようです。はい、この男。普通の野球選手。すごい通称忍者。よく走るから。ありがとう。でも、大腸全部摘出すると夏に脱水症状を起こすんで、はい、プロのスカウトたちはそれでも、いや、田中はもうないねと。体力的に持たないんじゃないか一説にはロッテは1位で行くって決めてたけど、まあまあね、行かないで、うん、で当日、まあ、田中の大阪のライバル、うん、友杉ってのがいたんですけど、うん、大阪のリーグの、うん、友杉を2位で指名した、うん、あもうこれ田中ない、はい、で田中がずっと指名されないです、うん、だから中日は3位で指名する選手を横に取られちゃって、うん、4位の選手を繰り上げで指名した、はいはい、その年は7人ぐらい指名する予定だったから、はい、1人余る、うん、終わった時辰巳さんが自分も背が低い、うん
難病、うん、背が低い、うん、なんぼのもんじゃと、うん、あなんかいいな。あの人の本のタイトル負けん気なんです、はいはい、全部負けん気で出して、はいはい、こいつもそうや、はい、田中行ったれ、うん、あ六位指名、田中美希は6位指名、田中美希は一説では社会人も決まってた、はいはい、社会人側にも一応プロテストさせてください、うん、多分どこも指名しないと思いますけど、うん、お願いします、ただちょっとドラフトまでちょっとだけ 1% です、うんうん、可能性あるかもしれないね、うんうん、やらせてくださいって言ったら中日が5位の5位でいわゆるスカウトの判断を仕切って、はい、タッサンが指名したんです、はい、ここタッサンナイスワイン、うん、そしたら田中入ってきました、うん、で期待の表れだね、背番号2を上げたんです、おーすごー、6位の選手が1桁の背番号、はい、1桁だよね、うん、いかに期待してるかです、うん、オープン戦首位打者、ちゃんとそのプレッシャーを跳ね飛ばしたんだ、プロに適応したんですよ、はあ、誰もが田中って、うん、あの野球 の高さ、センスの高さ、うん、中日の野球を変えるって言われたんです、で他の球団もおい気をつけろ、田中ってやつあいつ、うん、すばしっこくて、うん、で次の塁狙うあの才能、うんうん、守備の機敏な動き、足も速い、うん、相当やばいですよ、うん、みたいななったら、うん、ホームにあの一塁ベースにこう帰結した時に脱臼しちゃって、うわ実は脱臼癖があった、脱臼って1回やっちゃうと2回3回やっちゃう、まあ、まあ癖になるっていうね、で手術するしかないですよ、完治するには、うんうん、手術したら1年出れないです、タッサン本当はもう田中にかけてるんです、うんうん、でも手術しろ、はい、で田中1年間手術した後リハビリ、うんうん、まずはこの片手でのティーバッティングが初めての1年なんですよ、そうなんだ、はい、ちなみに梅津っていうピッチャーです、はいはい、まあ、これもイケメン、はい、東洋大学3番手、はい、大学未勝利、はい、でも素質がすごいから2位で指名した、うんうん、でその梅津も勇気がないやね、うん、梅津ってそのマウンドに入るとちょっと逃げがちなボール投げちゃう、うん、めっちゃいいピッチャーだ、はい、で松坂に憧れて、はい、背番号28から18に変えてもらって、うんうんうん、さあ今年だっていう時にコーチにすいませんずっと黙ってました、もう球投げれませんと、肘が痛すぎて、うん、すいませんボロボロ泣く、うん、ただ落合さんがいいって俺は手術しろと、トミー・ジョーンズ手術ってなって、うん、1年ボール振るっす、はい、1年っすよ、また1年だ、でも俺待ってる、うん、誰より俺が待ってる、うん、信じろ、うん、必ずお前の場所は必ず開けとく、うんうん、梅津お前の力が必要だから、俺はお前が18番背負って中日のエースになる日を楽しみにしてるから、うんうん、リハビリ頑張れ、はい、梅津その言葉をもとに、うん、もうダメだと思ってたものを全部こうやって、はい、1年後今年ローテ巨人3連戦の3戦目先発します、おー梅津だ、中帰ってきた、帰ってきた、だから今年1位の子も、はい、渡来っていう子取り合ったんですよ、うん、これはプリンスです、はい、お父さんヤクルトの選手、あちっちゃい時に乗ってるとスポーツ王で、はい、天才バットコントでパーフェクト達成した渡来君、渡来君もう明るいアイドルみたいな顔、はい、横浜高校から社会人行って、うんうんうん、それで中日は辰巳さんが急にスカウトは左ピッチャーが欲しいって言ったら、はい、渡来1位できます、もうスカウトを押しのける、はい、もう強肩ぶりを、はいはい、もうこっちとしてはもうスカウトにしてみたらえみたいな、あれえみたいな、嘘嘘そんな、渡来君好きな食べ物インスタで寿司って書いてたんですけど、米ソーダのことあったんで、うん、刺身に書いてた、シャレが効いて、米抜いてね、シャレがこれが一番正しいですよ、渡来の反応が、あで、でもまあ横浜高校やっぱり横浜ファンだったんだもん ね、横浜も指名します、2球団やってくじ引いたのは、はい、横浜でした、あそっか、そうだよね、そしたら好きな食べ物寿司に戻しましたでこの渡来オープン戦打ちまくってオープン戦首位打者です、そしてプロ野球開幕して12球団で一番最初にホームラン打ったの渡来です、おってなると中日ってついてねえやんって思ってなるよね、うん、で1位に変わりていいわけじゃないですけど、はい、外れ1位で指名したのが亜細亜大学の草加投手、はい、草加投手というピッチャーを1位で指名しました、はい、もう細いんですけど身体能力高くて、それこそ亜細亜大学なんてさっき言った田中の後輩なんです、はいはい、で田中足入ってるじゃないですか、うん、草加の方が足早いです草加はすごいですよ、身体能力すごいんだ、ただちょっと細身でね、はい、大丈夫かな、4年間バリバリ投げてたんですよ、はい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 、でもスカウトたちもちょっと投げすぎだな、これそろそろ故障しそうだな、うん、で返したチームもいるって言われ、ただピッチャーとしては抜群です、なるほど、センスはすごくいい、そしたら入った直後に故障しちゃった1年リハビリです、なんかで
私、まあ、落合英二さんに頼んでですね、リスナープレゼントでシールをね、はい、お願いしたら、草加選手のシール、うん、サイン、シールにサインしてくれたんです、うん、そこには草加でしょ、雑草魂って書いてます。だから確かについてないかもしれない、うん、中日はいろいろ恵まれてないかもしれない、うんうんうん、でもだから好きなんです。なるほど、ね、でもそうだよね、わかります。今の話聞いてたらやっぱ中日を応援したくなるもんな。で昨日、まあ、これ収録してるのがジャイアンツ戦、はい、中日は開幕3連戦神宮、苦手の神宮、はいはい、これもう3打でいって今年優勝いくぞみたいな気持ちだったのに、はいはいはい、2敗1分けだったんです。一勝も勝てなかったんです。それもタッサンがショートにロドリゲスという、はい、育成から這い上がってきた身体能力の高い選手をショートにしちゃった、うん、をフライ落としちゃったんです。そっから逆転負け。なるほど。一回逆転してたの中日、はい、そのまま盤石のリリーフ陣が抑えきれば勝ててたんだけど、うん、逆転負け。そうするとみんなロドリゲスよりもロドリゲスを抜擢 してしまったタッサンさんにまた、そうだね、そうだ、そこに行っちゃうんだよね。やっぱりここでタッサンさん叩かれてしまう、うんうん、で確かに村松っていう、うん、さっき言ったオープン戦結果出しまくって、はいはい、今年高橋由伸みたいな、なんかオープン戦の球なんかすごい調子が良かったっていう、良かったけど、ドラゴンズが要するにロドリゲスと、はい、これもまた立浪さんが、僕はミスターって呼んでますから、はい、ミスターやっぱおもろいですよ、はい、開幕投手って大体みんな公言するんです12球、はいはいはい、それは僕はちょっとまだ言いませんなんて言いながら、はい、二遊間先に発表しちゃった。開幕二遊間、多分ね、プロ野球史上初めてだと思います。開幕二遊間はロドリゲスと田中でいきます、うん、村松泣いたらしいです。わ、村松は自分だと、そうだよね、自信もあった、バッティングも覚醒した、本当に掴んでた、はい、村松は、はいはい、いろんなリーグでも活躍して、でも俺選ばれなかった、うん、って言ったけど、次の日の朝に、いや腐ってたじゃダメだ、絶対に自分の出番が来る、はい、ここはベンチでとにかく声出して、はいはい、その時が来る、うんうん、待つ、うん、のみみたいな、うん、村松のやっぱその話聞いて胸が熱くなるんですよ、うんうん、確かに。こっち分かります、分かりますよ。それはやっぱりサードも石川昂弥君っていう、はい、まあ、もう将来のドラゴンズの4番です、うん、はっきり言った、うんうん、でこの石川昂弥君はもう今 WBC の前哨戦の井端ジャパンにも選ばれた。おお。ところが石川昂弥はやっぱり去年はポジションを与えられて育成のために、うん、はい、で数字も悪かった、うんうん、成長のためにね、うん、でもサードはその時高橋周平ってのがいたんです、うん、で周平はほぼ出番がなくてちょっと腐ってて、うんうん、契約更改の時もはあ、まあ別にみたいな、ちょっとエリカ様みたいな、まあ、ちょっとね、別にエリカ様みたいな腕組み別にみたいな。でもちょっとその周平自体が腐ってたって噂はよく聞いてたし、はいはい、下手したらトレードに行きたかったっていうのもちょっと口に出しちゃったりして、あ、なるほどね、うん、それが首脳陣の耳に入っちゃって、うんうん、それで周平どうなんみたいなところで、でも逆に周平はそこでフォームの見直し徹底的にやって、うん、はい、で自分の中で新しい、ちゃんと振るっていう、はい、ちゃんと振る、今まで当てに行って三振が怖い、はいはいはい、ちゃんと振るっていうのを変えたら、うん、オープン戦覚醒して、あ、いよいよレギュラー勝ち取っちゃった。おお。でサードは周平、はい、周平石川はでもそれでもいや俺負けてないです、うん、今ねバチバチでいいですよ。あ、面白い。でもそうやってね高め合ってね、本当にこのサードの物語なんですよ。そうそうそう。で今周平がこれレギュラーで出て、はいはい、周平でロドリゲス、田中、うん、ファーストは中田翔、中田、中田翔はやってくれるでしょ、はいはい、でここで細川、はい、でディッカーさん、はい、で、三好、ここで神宮2敗1分、はい、なっちゃう。3戦目に至ってはもうよく分かんない打順になっちゃってもういよいよすぐ変わっちゃって、またこれも大批判、1番カリステとかね三好見切るの早すぎでしょみたいな田中を2番からなんか6番とかにしちゃって、わけ分かんないんですよ。もうなんでそんな順番にすんのっていう。去年もそう日替わりやっちゃって結果出なかったんですよ。でヤクルト戦が終わった後1日空きじゃないですか、それ僕ラジオと、はい、もうみんなまた今年もすか、今年なんすかって気持ちと、まだまだ始まったばっかっていうのと、はい、そうそうそう、みんなもうその揺れてる中で中田翔がね、外野ごちょごちょ言ってるやつもいるかもしれないけど、はい、始まったばっかでしょ、俺たちがやることやれば絶対勝てる、いいね、侍だね、なんかね、だから外部から来た中島選手とか、うん、まあ、年齢ももう40近いですよ、うん、中田翔選手とかが葉っぱかけるんですよ、うん、みんなをね。で細川にもわざわざ電話してきた、中島、中田が、おお、お前今要するに細川がブレーキだった、はいはい、でたっさんちょっと悪いとかあって焦りもあったんだと思う、うん、3戦目終わって、ま、ノーアウト満塁で、ま、細川ゲッツー、うん、1点入ったけど、あそこで1本出てれば細川がブレーキだろうが負けの原因ですみたいなことを
ちょっとマスコミに行っちゃうのよ。なるほどね。さ、それは抑えてほしい、うんうんうん、ミスターをちょっと抑える人が欲しい、はいはいはい、喋りすぎるとかある、うん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 、でそれがふわっと面白い時はいいんだけど、うん、ちょっと選手に直接行った時は良くないなと思って、ね、うん、でもあれで止める人が欲しい、うん、はいはい、どうなるんだろうみたいな。でも俺はもう今年のドラゴンズに関しては4月が勝負だ、はいはい、要はできると思ったら勝てるから、うんうん、それが一番俺の中に持ってるから、ね、うん、だからこのジャイアンツの初戦が大事だ、はいはい、でタタタンと3連勝するようなことがあったら今年いけるぞ、うんうん、まだ勝ってないったら運が悪いことで、その3戦目が終わった後に楽天がサヨナラ勝ちしたことで12球団で勝ってないの中日だけだったんです、うん、また中日にそんなんが巡ってくるみんなね、やっぱそこに取られちゃうからな。そうですよ。そんな中で、ね、うん、もうだからネタにするしかないですよ、はい、負け続けて、はいはい、一回も勝ってないドラゴンズ今年もこれですかみたいな感じで言ってるんだけど、はいはい、まだまだとか、うん、僕はもう5勝1敗でいくって言ったんです、うんうん、あえてあえてね、あえてここからの6連戦、はいはい、こっからですよ、今年違うんだ、こっからドキドキしながら、はい、DJ やりながらチェックしてました、はい、仕事中はね、小笠原だったピッチャー、まあ、メジャーを目指してる小笠原、はいはい、小笠原ちょい時気負っちゃう癖あるんですよ。あ、だからやっぱそうだよね、勝たなきゃいけない、俺がやんなきゃいけない、俺がやんなきゃいけないっていう力がちょっと悪い方向に行くっているじゃん、うんうん、普通にやるとすごい球だ、そう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 、力入っちゃうんだよな、3点先制される、去年までのドラゴンズならもう終わってますよ。はあ。わかります。はい。でもそこから、スタメン復帰した三好。ここで復帰させたことが、出た。笠見さん、グッと。出た。三好。三好が三塁だ。おお。行って、高橋翔平のタイムリー。おお。で、タイムリーヒットで1点まず返します。はい。はい。で、その後、三塁打が出てきまして、今度は、村松。おお。来た。この試合では村松が、スタメンで出てた。はい。の犠牲フライで2点目。はい。そして3点目、はい、これが田中、おセンター前ヒット、お田中のガッツポーズ、しびっさいこりして追いついたんですよ。いや、来た。で、こっから盤石のリリーフ陣を抑える、はい、ジャイアンツも負けてません、はい、1と1の、おいいね、延長までいきます、いいですよ。で、11回裏、ここまで18打数ヒットなし、開幕してから1本もヒット打ってない細川、はい、サヨナラホームランです。おお、いやいやいや、やめられんすわ、おっちゃん。俺は中日はやめられんすわ。すごい。何もこの何、かっこ悪いっすよ。はい、勝ち方からなんかもしかしたら。確かにね。でもこれが最高にかっこいいっすよ。いや、すごい。だから本当にスマートに勝つっていうのがやっぱり理想かもしれないけど、この逆転劇はやっぱすごいな。ほんと一体感。しかも超前。はい。もうぎゅうぎゅうです。はい。みんな帰らない。やっぱ去年一昨年まではもう試合途中で諦めて帰ったり、はい、うん、あの名古屋ドームって駐車場こぼすよ、はい、あ、そうそうそう、あの周辺、そうそうそう、あのね、その理由で、はい、名古屋の人って9回も未来に帰ったりするのが多かった、はいはいはい、違う、昨日最後まで残って、うわ、そしたら1打数打ってないやつが細川ずっとここに来て電話、前日中島中田から、はい、気にすんなよ、はい、必ずお前を出るんやからな思いっきりいけって自分のスイング見失うよ、うんうん、絶対お前のスイング楽しいからな、うん、で和田コーチ、僕と同いです和田コーチも、はいはい、スイングはもう大丈夫だ、うん、あとタイミングだけやから、うん、あったらお前行くからな、もうこの言葉信じてワンブリし続けた結果、最後の最後にたっさん大笑顔ですよライデル・マルテネス大橋君なんかそれを見るだけで、これも一日夜もう熱いお茶飲みながらさ、はい、たまりませんわいやちょっと話聞いてるだけでやっぱちょっとグッときますね、まあ、だからちょっとそのいわゆる勝ちパターンとかも綺麗じゃないかもしれないけど、はい、うんうんうん、これがもう魅力なんですよ、か、復活劇とか、ね、はいはい、ドラマはね、その選手の一人一人のね、はい、で今日も収録なんであれですけど、この後どうなるか分からないです、また暗黒が来るかもしれないですけど今日が大野っていう、去年怪我で2ヶ月で離脱して、はい、エースなんですけど、要は FA で阪神行ったらもう倍以上の契約金もらえたぐらいの人なのに、うんうん、このチーム好きやから京都出身なんですよ、うわ、子供の時は阪神ファン、うん、だから球児がファンやったから背番号22なんですよ、はい、おおほうほうほう、その時球児がつけてるから、はい、そうだね、背番号だったからみたいな、はいはい、だからその大野雄大が今年復活、うん、でその次は梅津、しかも自分たちはライバルで勝手に思い込んでる巨人と、はいはい、勝手に思い込んでるこの3連戦いやー楽しみ、はい、こっからの逆襲劇、
だから俺はまずやっぱりこのネット上で起きる結果が伴わないとどうしてもネガティブな意見が大きく出ちゃう、ね、はいはいはい、これしょうがない、うん、これを無理やり止めようとするよりはファン全体がリテラシーを重ねていきながら、うん、で結局ね、ネガティブなことやってる人も勝つとね超大喜び、いや、そうなんだよね、子供みたいにはしゃぐの、はいはいはい、ほら見ろっていうね、タッサンも去年まではねちょっとそんな笑ってなかったけど、このサヨナラもねニコニコで可愛い立浪がちょっとね上がってきてるんですよ。でもその雰囲気はいいと思うよ、やっぱタッサンがこうグッとこうなってたら雰囲気も悪くないじゃないですか、ベンチの中もみんなやっぱね、立浪監督の顔色を伺いながら、ね、浮かっちゃってるからね、タッサンが笑った方がいいよね、そうそうそう、だからあのミスターって言ってるけど、やっぱ長嶋さんの姿ってそこがすごいじゃん、うんうん、調子乗りだから長嶋さんって、ね、やっぱ落合がホームラン打ったらこんな最敬礼そういうの、そういうの、ああいうのやってくれるの、やって、いや、やったら絵になるんだよ ね、 そうね、カメラが抜くっていうのも多分あの人は分かってたからね、だからちょっとそこが今年はちょっともしかしたらこのサヨナラホームランによってチーム全体が、うん、ああいや、でもすごくいいね、発酵してきた、はいはいはい、これはこのままだと発酵してないと栄養価全然ないんだけどここで発酵始まったんじゃないかっていう、いやだからこの2年を振りにして、はい、やっとやっと、まあ、中田翔が来てくれて、はいはいはい、ピクピクって発酵がちょっとちょっとね、ポコポコ田中が戻ってきた、ピクピク村松覚醒、三好が来た、でまだこれ2軍が豪華ですか、リュークも高橋宏斗も石川もで、言ってみたら岡林も、はいはい、全員今ファーム、はいはい、だからこのあとこのメンバーが疲れてきた頃に、うんうん、なるほどね、そこがどんどんどんと、すごい、この1年やばいですよ。ピッチャーはどうなんですか、今までのピッチャーって結構やっぱ抑えもすごいっていう、今年はドラゴンズに関して言うと12球団、はい、まあ、1っていうと言い方は引き目だけど1の可能性です、阪神、オリックス、中日、西武、これがもうズバ抜けて投手でいいです、やっぱそうなんだ、でもそんな中で中日だと思うよ俺は、盤石だ、おだ全部がなんていうか、うん、王道でトップじゃないですか、はいはいはい、この何ですか、端っこで腰腰立ったって本当は虎につけることなんだけど龍がね、龍 が物陰に隠れて行く時には行くぞっていうね、虎がこうやって行進してる中ね、龍が、はい、虎と龍が、虎と龍がバファローズかね、オリックスバファローズがこう行進してる、はい、だからその物陰いかがですよ、でっかい体でっかい体ちっちゃくして隠れてない行けよもうっていう状況、面白い、やっぱり俺大谷さんが言う喋る中日の話もずっと聞いてられんだよな、だからちょっとこれ大谷さんやっぱり今年ね推しを作ってほしい、まあそうだね、いや前回もそうだったけどね、もうネオ君はどうなんですか、来ますよ今年絶対先発あります、いいすネオ君ね、ただピッチャーが全員良すぎるんで、はいはい、開幕ローテは入んなかったんですけど、はいはい、これも絶対疲れてくるし、うんうん、まあ、梅津はローテを一周ちゃんと一周するより一回休む、うんうんうん、その間に入るピッチャーってのがちゃんといるので、はいはいはい、そこが必要なんですよ、だからそれも結構いるんですよ、なるほど、はい、まあ、多分中地君っていう沖縄のね、はいはいはい、あの31番中地君がまず一番手で、はい、その後に松葉バンテリンガーも、はいはい、で松葉も腐らないで、うん、5回以上投げたら打たれるっていうチームスがあってね、うん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 、5回でいつも降りてた、はい、で松葉今年キャンプ相当痛め、自分の体に二軍の MVP ですよ、あのキャンプの、へー、井上監督がすごい、また井上監督が松葉に上げるところが渋いな、なるほどね、だから今ロドリゲスが、ね、エラーしてなんかロドリゲス叩いたやついたけど、うん、ロドリゲスも絶対一人ぼっちにしちゃいけないんですよ、確かに必ずロドリゲスの力が必要になる時は来るんですよ、いやもちろん村松がしばらくスタメンでいいです、うん、で村松も疲れてくるんですよ、1年戦ったことだ、はい、絶対そうだよね、だから誰が必要とか必要じゃねえとか、うんうん、そのね、三流のファンが言ってんじゃねえよ最近ライトファンも増えたから、はい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 、スタンドでこいつ使え、ね、使えねえよとか言うやつがいるみたいなの、そう、ね、うんうん、X 読むんだけど、はいはい、おい年季がお前違うねえくせに、あいついらねえとかいるとか、おめえくらいガキが言ってんじゃねえぞと、はいはい、その時はおじさん怒っちゃうそういう時はおじさん怒っていいから、そういう時はおい君たち失礼だろ確かにね、で若者はうるせえなとか言いながら聞くから、はい、あとあとそういうのがなんかああいうの言っちゃいけないんだなって
だからやっぱ普通の一般的な一般理論を装備したようなこの野球脳では枠には収まらないからね、中日の場合は。プロ野球は面白いのは137、40試合って、そうそうやり返せるんだから、 そう、そこに物語が付随して今 SNS で共有できるわけだから、うんうんうん、信じたらこんだけ嬉しいんだって、勝ったら大喜びで、はい、もう浮かれまくって一、はい、日楽しい最高って思えばいいんだよ、はいはい、でまた次の日どん底に落とされるけどそれすらもうまたこれ勝った時の調味料みたいな、そう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 、そうですよ、選手全員の物語、選手の生活、うん、家族も含めて守ってるもの全部か踏まえて誰一人として手は抜いてねえんだから、いやいい、でもその上ででもこういう運用にした方が絶対いいよねってなるじゃん、そこはやっぱ意見していくと、うんね、いや今回辰巳さんは多分外野の意見結構聞いたと思うよ、だって三好戻して、うん、やっぱ村松をスタメンにしたっていうのは本人頑固だったらでき、はいはい、今までできなかったんですか、これは監督の成長だったんで、なるほどね、確かにちょっと監督として覚醒する年になるかもしれない、そう、あとは大島さんってベテランがやっぱ代打で出て必ずヒット打ってる、へえ。じゃあなんで大島さん使わないのってなっちゃうから、はいはい、大島さんもちゃんと出城を探した方がいいんじゃないかなって、ディッカーソン落ちたしね、そっか、怪我で大島さんいいな、大きいがついて陽介の陽だから、あそうだ、ね、一緒なんだよな、大島さんをそうかな、2000本あんだね去年、だからちょっと実はレジェンドとしては引退が間近になってるけど、それでももう俺若い時負けてないんで、いやそういうのもいいよね、淡々なのよ、淡々、そうそうそう、職人的なね、いやもうあだ名が大島プロだ大島プロです、もうそれもう大地入ってるじゃないですか大地が、大地が入っちゃってるんだもう大島プロ、おうちプロだ、おうちプロ、おうちプロとおうちマンプロ、俺は別にその采配とか あるとか言わないですよ、あそう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 、台本とかにもケチつけませんけど、ケチつけません、やることやるだけですけど、そうそう、職人出たら結果出しますよ、そうそう、プレイヤー方に大島選手、大島選手応援しちゃってください、応援しましょう、はい、いやー楽しみだというわけでございまして、中日優勝、優勝ドラゴンズ応援してます、チャンネル登録しちょくれー。